始まったね。どうもボビー・アートレザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、いつも、えー、何ですか、ライブのスタジオから、えー、ね、えー、配信してるんですけども、今日はですね、えー、小豆島に、えー、来てます。久しぶりもう何年何年ぶりやろ。うん、そんな感じですよね。今日は今この、えー、ヒロさん。 ね、こう僕は T 子さんと言ってますけども今ちょっと来てますけどもねでえー、まあ僕もまだ帰ってきたってきたいといか、まあ、ここはまああのこの隣もう今は真っ暗なんですけどもあの僕の、えー、母校ですで、えー、ここがあその工房なんですけどもねあぼあぼにさんこんにちはあこんにちはあっこんにちはあっち今ね ちょっとね、四、え、国、ー、島に帰ってきて、まだ実家にもまだ帰ってないんですけども、まあ、えー、あの夕方船がついて、で、えー、クリスマスライブの準備してますよ。あ本当にああのまたあれ出すわ <laughs> いろいろ <laughs> ね感じで,ですね。まあ,あ僕の友達のおおおとこに来てます。さあ,あの紹介します。ティーコさんティーコです。ねあの僕のお友達で僕の えー、いろいろなくてはならないこと <laughs> ばかりで、まあ、それこそライ,ライブのこともそうですし音楽のこともそうですし、えーとなえー、レザーのこともいろいろ協力してもらってますで、えー、僕のギターもここに、えー、あります <laughs> ギターのメンテもやってもらったりしてくれましたねそんな感じで,いいってでちょっとね、あのー、僕がいつも実家に実家ちょっとか小翔に帰ってきたらですね <laughs> ちょっと靴脱 <laughs>、えーえー、ここにいつも着よんですけどねでさあここ,ここがあそのえー、いかがですか、ねえー、ギターがあーあ150本ありますえ百約,約 150, 本150本のギターがここに、えー、あるそうなんですねでまあ僕はいつもこう来てですね,、えーえー、ここね楽器屋さんみたいでしょ ねここに、えー、こうですね、えー、ここでいろんな夢を語ったりですね、えー、いろんな悩みを <laughs> 話したりいろんなことをしてるんですね、うん、僕のギターもどっかに、えー、預かってもらってますね,こ,こ,ねこれねあこれ僕のこれが僕のギターですこれモーリスギターですね僕はあ楽器屋さんじゃないん楽器屋さんじゃないんよ楽器屋さんじゃないんよこれうんそう楽器屋さんみたいでしょ ね、あの喋ったらねこのギターのおが共鳴してますねあのー、でまあ非常に、えー、レアなギターもありますねちなみにこれもーこの、ね、オベーションのこのギターストラップこれね僕のボビー・アトレザーの作品ですねこのお このなんていうんですかこのオベーションのね、えー、このダブルネックのこの部分をね <laughs> 非常に重たいということで、えー、ちょっとこの中にクッション入れたりとかして、ね、僕のオリジナルィ T 子さんのためにこう僕のデザインしてですね、えー、やってますね、うん。預かっているということはどういうことですか、うん、あのねこの,の僕のギターは、えーまあ、ずっと僕高校の頃にね、えー、初めてバイトでバイトで買った 初めてじゃないかな高校の時に買った左,左利き用のギターなんですよねこれまあでヤマハでヤマハじゃあヤマハで買ったモーリスギターややこしいなヤマハじゃないね高松の楽器屋で何しか買った <laughs> でその時にあのなんていうでまあずっと実家に置いとったんやけどもあの置いてたけどなんかほらあのなんていう えー、かわいそうな感じがねあの実家であのポツンとこうギターがあのなんていうケースに入れたままやから <laughs> いやヤマハでモーリス売ってるんじゃないやっぱ僕は違う楽器屋で買ったと思うやっぱヤマハとあったんやけど当時は僕の中であのモーリスが扱ったんや <laughs> それであ,あのであなんていうでええー <laughs> でまあ、ここにね来てっあったらほら毎日ギターの音があるしギターのに優しいかなと思って寂しがり屋僕と一緒で寂しがり屋やからこのねだからと思ってねでまあ僕もこう実家に帰った時にえ何、ー、て言うの実家に帰った時にこうこ,こで鍛えるどっちみちここに来るからでまあここであのギターをね、えーああのこうまあ、弾ける状態になってるんで <laughs> あ よこさんあ,のありがとうございますえっ、ー、とね、えー、ここはね、えー、僕がいつもお世話になってるうティーコさんっていうね、えー、職人さんのですね、えー、工房なんですねに工房に仕事場やけどギタリストじゃないんやけちょっと説明が、えー、一と言では言えないですね <laughs> あのいろんな人生いろ,いろんな人間模様がありますしねその,そのなんていうの集大成っていうかね ここにはエレキギターがーいっぱいあるんですね。でも、ここで大体、あのー、一服しながらですね、えー。暑い時間を過ごしますね。はい。ティコさんは普段、あの、こ,こんな、ティコさんも、これでライブ配信が、これで、スマホでできるんや,こうやって。お友達は何屋さんなのえ、お友達。 何屋さんに言うたらいいん、もう,う内装屋。な、な、一応内装屋だそうです。<laughs> けどね、僕のね、あのイベントとかすぐね、あの、やっぱこういう音楽ね、携わってる。うん、で。あの。ぎ。 えー、PA の、ね、お手伝いしてもらったりとか音,音のお手伝いもしてもらったりします、ねでまああので田舎で、えー、田舎界隈が、まあ、こ,こ,のここの小豆島の中で、えー、外,しなな <laughs> 外してはならないっう外してはならないと言ったらなんかものすごい地獄さんがあの <laughs> <laughs> 幅を利かしてるような人に思われるかもしれないけどまああの、えーまあ、僕がし一番信頼のおけるう島の中でね で僕が何かこういうふうに何かを始めるときに信頼を受ける友達ですね <laughs> はいそんな感じですねまああのすごいもん作ってますよ例えばえー、っとねここの部屋のまあ普通にパッとこう何気なくこう椅子ねこうここでねこれ見てくださいこれねこれは,、ね、これはちなみにこれヤマハのヘッギターのヘッ,ヘッドで。 おもうねでこれ、えー、これどうやってでここがほらもうヤマハのギターのボディのようなでここのここがブレーシングかなこれ、ね、そうやねのをイメージして作ったこのお椅子なんですねここにこうす椅子に座ってこうギターをこう弾くわけですよ、うん、で <laughs> <laughs> なんかそんな感じでね、えー、やってますけどね でまあ、ここで演奏会とかししねたまにこうしたりするんですねまあそんな感じでですね今日はあ探さないでください <laughs> な感じでえ僕もまだあ今から、まあえー、家に帰ってですね、えー、なんか、えー、ちょっといろいろやることもいっぱいあるんですけども「うん、<laughs> ギター型の椅子素敵ですねそれこれこれさありがとう風ちゃんあのこれがねあのー 一つじゃないんよ。<laughs> 他にもあるんで。あ、こ,こあこここれちなみにこれオベーションオベーション型のほらこのわかる？ここのオベーションのこのねここオベーションでここほらこ,こ,これほらオベーションのほらブレッここコーナーテレルブレッシングがのわ何これまん知るあのなんか,あのるあのなんか誰も気づかないようなで、ね、知ってる人がしか気づかないようなところにこう 熱くなるということがやっぱりこうブランドの作る上でもね非常に大事なんですね。ギブソンあそうそうそう。えー、ちなみにですね、えー、あそうそうそうままえ、ま、っとあの奥の方に見るからマーチンですねでこっちらえー、これちょっと今反反転反転,反転やからちゃんと横で見えよるこれ皆さんこ,こ,これがあのギブソン ギブソンですね、うん、ギブソンの <laughs> とギブソンのギター僕もね普段あのライブ配信で弾いてるのギブソンの J200 というギターですけどもねういうギブソンのギターのヘッドの持ちてまあまあで色もね横向きで見えてますあ,ありがとうございます、うん、横で見えてる、うん、あの縦型配信やいうても、えー、横型に、えー 横,横型の方が僕はあの多分あのパソコンで見た時にとかあやりやすいんで、うん、僕は横,横,横型にしてますけどね、えー、そんな感じでですね今日はあのもう夕方5時に、ね、からこっち着いてですね、うん、あエンジンさんありがとうございます、うん、そうここすごく素敵な空間ですよ本当にね、えー、こ,ういうとこ,こういう感じの世界観は僕は好きですね。あのー なんていう,のなうんやっぱ楽器も喜んでるようなそんな気がしますねうんそうなんですよ僕もここでねいろんなこ出会いも僕もありましたねはいそんな感じでえー、かっちょいいって言ってくれてますよさんありがとうございますねえー、でねー子さんはねあのボーイスカウトのねこともやたらあの

えとフェイスブックもねティコさんされてますんでね、えー、ぜひねあの僕もライブ配信はね絶対した方がおお話題性も,もう役に立つこともいっぱい知ってるからああのあの小豆島からね初でね、えー、ライブーになってもらえたらものすごくありがたいですけどね <laughs> だってあのこのこん分かるでしょ普通こんな人こんなこんな空間ある <laughs> ねあのここは音もええしでもやっぱ木のぬくもりとかねこれ心拍作っとんやったっけこれううじゃあないこれは違うああ心拍は違うねだからねあの島のことは、ね、何でも言わしとるしあの <laughs> 場所のこともそうやし僕はどうしてか言うたら高校の頃に高校卒業してからずっと、ね、もう大阪に染まってしまいましたからね <laughs> そうやからあもうお島の時間よりも長いことおるんやけど、まあ、基本的にはもう、うん、あ12月28日に大阪に行くことになったらあそうなんあのー、また連絡ちょうだ <laughs> ねえアト,リエアトリエもしいてたら僕がね多分いてると思うけどうん、うん、ねあの多分あれで北海道から大阪来たら抜くいでこっつ万博公園とかものすごいええよ うんまあ、他にもいっぱいいいとこあるけど僕はバンバン公演かな押すね、うん、なんかそんな感じでね、えー、今日はですね、えー、まあ、えー、小豆島の中でもまあ非常にけう、えー、なマニアックな、ね、あのね、ま、マニアックマニアックを突き詰めるって大事やなってあの思,思い知らされるというか <laughs>、ね、僕もマニアックになりたいなっていつも思うけどね うん、あのこういろんなことにこう突き詰めていくう生,き生き方っていうのが僕はあの憧れますけどねそういう、えー、友達のお工房にお邪魔し,しておりますねそんな感じで千代田様が映って下さじゃあこれでも,もっときれいな服着ておくん <laughs> 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 まあそんな感じでね、えー 全部できた、いくつあるんですか。百五十本。百五十本。あのね、百五十本あるそうです。あこぎと、えあれ,入れ、両方入れたような。あこぎが百。百十本。ちょいぐらいかな。百十本ぐらい、こっちの部屋。エレキが三十何本。うんうん、ウクレレが5。五本、うん。うん。か<な>楽器屋さんより多いかもしれない。<laughs> <laughs> なんか楽器屋よりは多分多いと思いますけどね。まあ、そんな感じで。えー まあそれもねあのマ,マニアックな感じの楽器で全部音が鳴るように、えー、してあるんですね。で、えー、いろいろ懐かしい写真とかもあるんですけどもまあそんな感じで、えー、今日はですね「あすごいですね」って、うん、これテレビとかで取材されたらいつもエロになっていつも思うけど、うん、あのこの隠れ家っていうか、うん、これねなかなかないよ。今日は、えーひろ あのインテリア、こう、あのデ、デコレート、ひろ。さん。ね。そう、ティーコさんよりから、だけど、デコレート、ひろさんからですね、えー。こう、まあ。突き詰めた、ぶら、ね、突き詰めたこ、こ、て、上に、こう、ブランディングがあるということをですね。えー、僕は、いつも感じてるんでね。えー、まあ、小豆島、検索、まあ、ホームページとか、ないよね。そう、すべて口コミで、仕事を、されてる、<laughs> なかなか、あの、つわものなんですね。うん。 で話聞いたらいろいろ出てくる出てくる伝説の人です僕の中でまあそんな感じでですね今日はあ小豆島からお届けしましたまたあ来週来週はちょっとお休みさせてもらいますちょっとねあの、まあ、こういう感じの配信になるかもしれませんけども、えー、それではまたあお会いできる日を楽しみにしてます、えー、素敵な一週間をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ